just say it wasn't so. Just say you love me and let me fall back into sleep. And when I wake up, you say I had a real bad dream. Whoa. どうもノリゴトウです。本日はジウンから新しく発売されましたジンバルクレン2をね試していきたいなと思います。これね、思ったより大きかった。思ったよりねサイズがデカめ。こんなねだいぶごつめのジンバル、箱がこんなサイズできた時はねびっくりしましたけどね。こんなでかいのと思って。ケースもかなり大型なんで、ちょっとしたねトランペットくらいっていうのもね、耐荷重のねレンジがすごく広くて、500g から 3100g までのカメラを上に乗せられるということで、その分ね、ちょっと本体のサイズと重量は大型化してますけれどもね、幅広いカメラに使えるね、ジンバルになってるかと思います。僕がこの旧型のクレーン1を使ってないで何とも言えないんですけれども、クレーン1からのね、から進化したポイントとしてはやっぱりね、耐荷重のレンジがすごく広がったということと、OLED ディスプレイがね、追加されて、今のね、状態が簡単にわかりやすくなったということと、フォローフォーカス、このダイヤルでね、ごつめのダイヤルでフォーカスを合わせられたり、ISO感度、シャッタースピード、F 値をね、カメラと接続してジンバルからね、操作できるということがね、売りになっている製品だと思います。ただね、ちょっと届くまで全然知らなかったんですけれども、フォローフォーカスだったりのカメラの操作ができるのが、キャノンの 5D Mark IV と Mark III のみみたいで、他はね、僕使ってるカメラ、これは、ソニーの α6500 なんですけれども、これだとね、カメラのシャッターと録画開始、録画ストップぐらいしかね、使えないというのがちょっとね、残念だったんですけれども、まあそれだけでもね、意外とありがたかったです。カメラのね、押しづらい録画ボタン、このジンバルをジンバルに取り付けた後のね、押しづらい録画ボタンだったり、シャッターボタンをね、押さなくてもこのジンバル側のボタン、スイッチを押せば操作できるというのはね、ありがたかったです。シャッターもね、半押しも対応してるので、半押しでフォーカスを合わせられたりということがね、このカメラ側からではなくて、ジンバルから使えるというのはね、ありがたいなと思いました。ということで早速ね、届いた初日に撮りに行ってきたね、映像があるので、まずね、そちらご覧ください。若干縦揺れがね、抑えきれてないというか、ボワンボワンというね、動きがあるんで、ちょっとそこがね、うーんっていう感じだったんですけれども、もうちょっとだけ操作だったり設定に詰めて、翌日にね、撮りに行ってきた映像がこれです。波のようにね、波打つ縦揺れが前日よりはスムーズな動きになったので、もうちょっとね、これから設定だったりセッティングをもうちょっとね見つめて、より良い映像が撮れるように改善していきたいなと思います。使ってみた感想としては、正直な感想としては、カメラはね結構軽いカメラを取り付けてたんで、ここまでのね大掛かりなちょっとジンバル必要ないかなっていうところ、耐荷重を抑えられたような1キロぐらい、1.5 キロぐらいまでのね、耐荷重で、もうちょっとね、ジンバル自体が軽いものが使えたら、もうちょっと気軽に使えるのになぁと思いました。ただまあ3.2キロまでのね、耐荷重があるので、かなりもうちょっと大型のカメラ、それこそね、キャノンのフルサイズ、5D
5D だとかだとフォローフォーカスも使えるので非常にねいい選択肢になってくるのかなと思いました。僕もこれからカメラをね新しいカメラもうちょっと大型のねカメラに買い替えた時に耐荷重の幅がね非常に広いんでそこはねフレキシブルに対応してくれるというのはね嬉しいなと思っております。これで僕のジューンのジンバル4つ目クレーン M から始まってスマホ用のスムース Q GoPro 用のライダー M で今回がクレーン2ですね。一番大型のジンバル。ただね、これら持ってるだけじゃ意味がないので、これからより映像に動画に活用していきたいなと思います。ちょっとね、またこれからいろいろと設定等も見直したり、使いようだったりをね、改善していきたいなと思います。ということで、今回はジューンクレーン2を使ってみたというね、簡単な紹介と、あとサンプルのね、まあ動画でございました。またこれから旅行だったり、スケボーだったりもね、このジンバル使って映像ね、撮っていきたいなと思っております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。